江田城は、武蔵区に続き郡江田郷にあった、日本の城。城の東を小鎌倉街道が通り、南を櫓沢大間が通る。現在は立ち入り禁止になっている。源義経に仕えた江田源蔵公はじめの居城であったとの伝承がある。麓の小黒谷の地名は、源蔵が義経から賜った名馬、小黒をつないだ馬矢があったことにちなみ、源蔵が城から放った矢が落ちた場所に矢谷、矢羽の名が付けられたとも伝えられる。しかし源蔵は、信濃国房田郷の出身であり、この地とは関係がない。また、武蔵七島の一つである、綴島の江田氏を追記主とする説もある。1343年の山内、須藤道綱、通り藩の寄進状に、武蔵国へ田郷内堀内赤田の田幕と記されており、堀内とあることから、この時点ではすでに城があったと考えられている。戦国時代には、五北条氏の城の一つであり、茅ヶ崎城や榎毛城とともに、小机城の市場であったが、1590年の後、北条氏の滅亡とともに廃城となったと考えられている。早淵川支流の深川とその支流の赤田川に挟まれた飛行20メートルほどの絶頂台地の北東端を利用して築かれた全長約160メートル幅約70メートルほどの小規模の城郭である。主郭と西郭からなる連郭式の縄張りであり、二つの郭はそれぞれ空堀で囲まれて土橋でつながる。東名高速道路の建設によって西側の斜面が削られたが、大半は民有地で竹林となっており、遺構の保存状態は比較的良い。郭を囲む空堀や土塁と郭をつなぐ幅 2.6 メートルの土橋が残されている。日本城郭体系には、本郭には幅2メートル高さ1メートル前後の低い土塁があるとされるが、現在は土盛程度で不明瞭である。西郭には高さ 1.5 から3メートルの土塁が残る。堀は逆台形で上幅は9から10メートル、深さは 2.5 から 3.5 メートルである。堀外の土塁は低く、土塁の下には狭い帯郭がある。現在は本郭への土橋と堀の一部が多少不明瞭になってきている。城の北東にある関福寺近くの山は、新編武蔵風土紀行に敵水家として書かれ、鎌倉街道を両側から抑える一人でと考えられている。城の東にあった江田宿には、1861年に造立された中宿城野塔が残されている。名馬、小黒にちなむという伝説のある小黒谷の地名は、現在もバス停の名前、小黒谷とに残されている。江田源蔵が城から放った矢が落ちたという矢羽には、矢羽不動堂がある。ありがとうございます。